はい、諸君こんばんはです。中学2年生ですね。連立方程式の解き方、加減法、まあそれの、まあ今日やった中では一番難しいとされる部分、このとりあえずたったの2問ですが確実にやっていきたいと思っておりますので、もしも、普通補習の方でここまで到達しませんでしたよっていう方はぜひ参考にしてもらいたいなって思っております。よろしくね。まずはですね、こんな式になってます。 2x プラス 5y イコールマイナス4というのと、 5x マイナス 3y イコール 21、 x の係数が y の係数も両方とも違うっていうパターンです。ですので、このままもう片方だけの掛け算もダメなんです。両方かけないと x も y も係数が合いませんっていうやつなんですね。ですので両方何倍かをします。2と5で x で表して合わせてみようと思いますね。2と5なんで最小公倍数はそう10ですよね。 10x にするように、上の式はかける5倍、下の式はかける2倍をやっていきます。上のこの3つのところに両辺と言いますが5倍をしていきます。5をかけるんですよ。 10x55 25y マイナス 5c20 です。下の式は2倍をします。2倍です。 10x マイナス 6y イコール42と出てきましたね。そしたらここで引き算をすれば何とでもなるので、引き算をやっつけます。マイナスです。ということは下の段の符号を3つとも変えるってことだよね。ですのでマイナス、マイナスはプラスに、まあプラスはマイナスにします。縦計算の筆算をやります。 x は消えますよね。 10x-10x だから、y の方が 25y 足す 6y 31y と出ました。さあこちらはどうでしょう。数字マイナス20、マイナス42です。そうマイナス62と出てきました。だから割り切れて y はマイナスに、うわー綺麗だという形で出てきたんです。そしたらここの y に代入をしましょう。掛け算なのです。2x 足す 5×y がマイナス2なんです。マイナス2イコールマイナス4ですね。 2x マイナス5に10です。イコールマイナス4です。マイナス10を移行します。プラス10ですね。 2x がイコール6となって x は3と出てきました。はい、答えです。 x が3、 y がマイナス2、出来上がり。こんな形なんですね。ではもう一問やってみましょう。この式見てください。 5x プラス 2y イコール 17、 3x マイナス 7y イコール 2。 さあまず x を合わそうとしておこうかな。すると上を何倍、下を何倍すればよいかを考えてみてね。3と5ですから15に合わせればいいのよ。ということは上を3倍、下を5倍するといいわけですね。いきますよ。3かけます。 15x プラス32が 6y、 17×3 しっかり筆算でやっておきましょう。3721、31が3、51、5倍、15x マイナス 35y イコール 10。 ちょっとここかぶっちゃったので消します。そして15ですから引き算すればいいわけですよね。マイナスです。マイナス、プラス、マイナスです。縦計算です。消えます。6+35 41倍、こちらが 51-10 41。わー出ましたね、簡単なやつ。y はイコール1と出てくるわけです。これをここに入れますよ。
5x プラス 2×1 掛け算でしたよね。イコール 17。 5x プラス 2 イコール 17。 5x がイコール 17-2、 5x がイコール 15 なので、キャーさーんと出てきました。はい、答えです。 x イコール 3 y イコール 1。 いかがでしょう。まずは係数を合わせるということです。x の係数か y の係数かどっちでもいいんですが、今日はまず x に合わせてみました。上を何倍、下を何倍かすることによって x の係数が合います。そしたら今日両方ともね、ちょっと引き算だったけど足し算っていう場合も十分出てきますね。そしたらその足し算あるいは引き算やって x か y かを消して、そして1個の答えを出していきましょう。x が分かれば代入します。 y が分かれば y に代入します。そしてもう一つのものを答え出してくるわけですね。はい、できました、できました。皆さんね、覚えといてね。さあ、頑張りましょうね、次もね。さあ、次は、特進クラスが塾長英語ということになりますよね。頑張ってまいりましょう。では